こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。鎌倉殿の13人深掘り企画、伊豆の国ってどうよ。というわけで、はい、どうですか、ダルビッシュ博士、伊豆って行ったことある？いや、実はないんですよ。なんとこんな東京で近いのに、はい、ね、まあコロナもありますけどね、伊豆もいいところいっぱいあると思いますし、温泉なんかも有名なんで、はい、伊豆の踊り子とか聞いたことない、うん、川端康成とか。ちょっとだけ聞いたことあります、ね、さあよならもういい。知らないか。あ、それは知らないです。昭和20年代ですけど、ね、まあそんなことはどうでもいいんですが、はい、まあ伊豆の国っていうのがその鎌倉殿の13人を踏まえてスタート地点になるわけですが、はい、ここが当時全国レベルでどういった位置づけの場所だったのか、伊豆の国っていうことがどういう意味を持っていたのかっていうことを、まあ、お話していきたいと思っています、はい、まず最初1160年の平治の乱で2月頼朝は死一党を免れて3月に伊豆の国に流刑になります、うん、当時頼朝は13歳ですね。13歳の年で流刑になります、はい、で流刑って言いながらそこら辺うろちょろしてません？確かに島流しでも何でもないですよ、うん、伊豆市ともあるのに、うん、変ですよね。伊豆の国、確かに伊豆に流刑って言ったらなんか島流しにあってそうですよね、うん、ところがとんなの陸地にいいんじゃないか、覚えと、はい、普通に、しかも20年間もいるじゃないかと、うんうん、うろちょろしてるぞあいつみたいな、まあ話になるわけですが、まあ一説では蛭ヶ小島というところに配慮されたっていうふうに書かれてるんですが、これも後世の文章にしかないんですけれども、はい、蛭ヶ小島っていうと島だと思いますよね。島ですよね。なんと普通の陸地です。今でもちょっと詳しくどこだったかは分かんないんですが、はい、そもそもそれ島じゃないんですよ。島じゃないです。島がついてるんですよ。そう、でもそういう広島とか福島とか、確かに島じゃねえじゃねえかよとか、鹿児島もとか、うん、そういう意見もあるので、蛭ヶ小島っていう地名だけど島じゃないみたいな、はい、なんだその流刑はみたいなそういうアバウトだねみたいな、そういうのが実際の頼朝の流人生活だったわけです、はい、ですから詳しい資料は残ってないとは言いながら島流しにあったっていう形はないんですね、うん、で当時両政国というルールがありました、はい、まあ、大化の改新とか言われる時期から律令ができまして、うんうんうん、中国を模した法律ですね。それで中央集権という名のもとに、その地域の豪族が土地を勝手に持たずに天皇陛下の全部もの、それをみんなに分け与えて仕切らしてあげてるだけということで、今までは国の宮津子と言ってた地域の長官が国司と言って中央から任命され、はい、まあ、今までも中央から命じられてるんですけど、地域の人がなるんじゃなくて中央の人が指名されて赴任する形に変わるわけですね、うん、それでそれが国司と呼ばれて、で赴任しなくなっちゃうと木代とか、うん、在庁管事して地域の有力者だとか、まあ、受領っつってそれにつけ込むやつだとか、いろんなような形が平安期にもなっていくわけです。一方では荘園っていうものができてきて、その私有地を認めたもんですから、その荘園は税金を払わなくてよくて全部自分のもんですから、はい、そこを維持しようとしてっていろんな武士団とか、もしくは荘園を維持するために領主が、そうするとその中央にお金を送っていく人がいたりとか、うん、そういういろんな構造になって、それで公家が潤っていた、いろんな構造があるわけですが、それの大元で全国を仕切ってたのは両政国という制度だったんですが、はい、大きく全国を国力を4種類、中央からの距離で4種類に分かれていたんです、うん、国力は大国、上国、中国、下国、はいはいはい、距離は畿内、金国、中国、温国、うん、どっちも4種類であるわけです。だから今でも中国地方って言いません？はい、言います。あれは大体畿内からの距離が中国だったから、あのエリアが、はいはいはい、距離的にね、うん、畿内ではない、金国でもない、でも中国だったんです、うん、音国ではない、遠くはない、だからそれで中国地方っていうようになったんですね。だからなんか国の中国は関係ないわけです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。単なる当時のルールでその距離上の範疇が中国のエリアだったんです、うん、まあそれだけなんですが、まあとはいえ
じゃあ伊豆の国はどの範囲に入ってんですかっていうことに当然なりますよね。なりますね。ね、なんとですね、距離は中国なんですけども、はい、つまり隠国じゃないからっていうメリットもあるんですけども、国力は下国です。4種類で一番低い下の国、うん、でそれはなんと9カ国しかないんですが、うち4つは島国で、はい、伊豆も含めて2つは半島だから、そういうよほどちっちゃいか、まあ、要するに国力として山だらけの半島、うん、半島ってことはもう半分島ですから、はい、ね、はい、知多半島も半分島ですよね、はい、島ですね、半分島なものはしょうがないわけですよ、うん、でも半分島ということは何を言ってるかっていうと、まあ知多半島ぐらいの大きさなら別ですけど、伊豆半島とかぐらいでかくなっちゃうと半分島ということは不便ですって言ってるようなもんなんです、うん、だから両生国っていう範疇は実は明治まで残るんですね、はい、実際の権力でも室町以降に守護大名が出るまでは一応形上国司ってあるんですよ、うん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 、で例えば江戸時代にその侍がなんとかの神っていう名前つけてるの見たことありません？あります。小栗光助之助とか、うんうんうん、あれは結局両政国が機能したくなってるのに不妊の名前だけ残ってるわけですよ。だから朝廷に権威をもらってる時に結局大名クラスとか偉い武士クラスだとなんとかの神とかなんとかの助っていうのはもらいやすい役職だったんですね、うん、でもそれは誰が決めてるのって言ったら朝廷が決めてるんですけど、はい、機能は一切してない。じゃあ何の制度なの？両政国の制度です。うん、国司の一種ですね。なんだけどそんなところにその今言ったってえって言われちゃうようなのが江戸時代だったんですけど、はい、まあ鎌倉時代ぐらいまでは多少は機能してました。うん、まあですからこの鎌倉殿の13人の時代は山木だ堤だっていうような人たちも出てきましたけれども、はい、伊豆の国の国司神助上左官という4種類あるんですけれども、ランクがそういうものはそれ相応に機能していたことが分かるんですが、一方で伊豆の国っていうものは距離は中国ですけども、はい、その数少ない国力で下国クラスだったわけです。ですからそんなところもう僻地だから島流しにしとけって感じになりますよね。なりますね、うん、で本当に島まで流さなくてもいいよいいよ半島だからみたいな、はいはいはい、きっと感じだったんだと思います。まあそれをいいことに20年間頼朝はうまいことを泳ぎ切って、うん、それで挙兵をするということになるわけですね。打って出ることになるわけです、はい、流れが来たということになるわけですけれども、まあ伊豆の国という意味ではまあそういうような状態だったということですよね、うん、ちなみにその20年間ということですから、挙兵するとき義時17歳ですから、流されたときは義時生まれてませんからね、はい、だからまあ小栗旬さんが普通にやっちゃってるんですけど、まあ最初の時の挙兵なんていうのは17歳ですから、若いっすね。若いですよね。だけどまあいずれにしてもそんな中で伊豆の国というのがあんまりすごくなかったんで、古墳とか大きい勢力はあんまりないです、うんうんうん、ですからそれより前の時代も適当だったということですよね。ちなみにあの国府は三島にありました。三島、はい、で今も三島大社っていう有名な神社があるんですが、うん、三島って3つの島って書きますよね、はいはいはい、でもあれ御島だったんです。もともと御島、あそこでもうその先田舎だから伊豆七島を拝んでたんです。うーん、つまり伊豆七島まで行けない人があそこで伊豆七島は神聖なる場所だよねっていう気持ちで拝むための神社だったと言われてるんです、はい、なるほど。だから三島に国府があるわけです。ちなみにまあ長岡、伊豆長岡に北条氏が拠点を持ってるわけですね、はい、だからこれ取っ手出しても言いましたけど、三島と長岡はまあ歩いて2時間ぐらいの距離です、うん、ですからそんなに栄えたところもエリア広くないとも言えますよね、うん、だから伊東助近っていうと半島の反対側の伊東を仕切ってるわけです、はい、で、ね、三浦義澄とか実力者だとか言ったってそっちは三浦半島の人ですから、うん、だから伊豆はそんなに実力者も少なかったというところが、良くも悪くも北条が田舎もんで小規模でもその後打って出るきっかけにもなった。伊豆の国には有力者って呼ばれるような人がさほどいなかったということもいろいろな意味で知っておいていただけるとありがたいと思います。ですから鎌倉殿の13人では北条の館ももうか森に包まれて山のようなところで、はい、それでその向かいの八重がいる絵馬は
なんかすごく山の上の方みたいっぽいんですが、うん、まあ今地図で見ますとそこまでではないですよね、うん、でもそこに流れてる狩野川、はい、狩りに野原の野っていう狩野川、天城山からずっと流れてくるその有名な川なんですけど、はい、狩野川ってどういう時に有名になると思います？どういう時？はい、氾濫したところですか？さすが。だから南から北に向かって流れてるわけですよ、はい、しかも伊豆が山があって狭いわけじゃないですか、うん、だから標高差が距離の割にいっぱいあるわけですよね、うん、確かに天城山から来てるから、うん、でしかもだから急なわけですよね、はい、でちなみに水がきれいなんでわさびとか、ああ、はい、なんか聞きません、はいはい、聞きます、うん、で鮎の友釣りなんかもめちゃめちゃ有名な川なんですが、はい、一番有名なのは台風が南というか西からやってきて、うん、だんだん東というか北上しちゃうと、はい、そのまんまどんどん下流流れちゃうんですよ、ね、確かに。だからまあ氾濫を起こすということで有名な川なんですが、その沿いに北条もいるわけです、うん、ってことは逆に言えばそういう場所があんましない、うんうん、だから飢饉も怖いというのはまああんまり変な意味じゃなく豊かとは言えない場所だったってことも、今の伊豆の観光とかいや都内に近くて三島も新幹線が止まるだろうとか、はい、三島るくんがとかそういうのもいいんですけれども、うん、やっぱりなかなか発展しにくい土壌がやっぱりあったということも理解していただかないと、北条がそこまで決意して頼朝にくっついてやると、うん、いうことについてもそういう側面もあったと言われています。まあいずれにしてもね、今回は伊豆の国氏が全面的に協力しちゃって、はい、うんうん、その鎌倉殿の13人も PV やったりして、はい、そこに出演者もちゃんと出たりして、で伊豆の国氏っていうのは伊豆長岡と韮山と大人、この3つの町が合併してなったところなんですね、うん、ちなみに伊豆っていう名前が伊豆の国氏ってついてますけど、はい、伊豆市もあるんですよ。伊豆市別にね、はいはい、東伊豆町もある、西伊豆町もある、南伊豆町もある全部伊豆じゃんみたいなもちろん下田とかもあります、伊東、はいはいはい、なんだけど全部伊豆じゃんみたいなイメージもあるわけで、はい、ところが伊豆の国氏っていうのはその歴史的には伊豆の中ではまあ三島市はありますけども中心的だったんで、今回非常に協力しているわけですね、うん、でここは韮山っていうところと長岡ってところはもう本当に近くなんですけども、はい、韮山では今度は歴史的に有名なのは江川太郎左衛門、幕末の人知ってます？はいはい、わかります。あ、さすが、青天を衝けでは出てきませんでしたけど、はい、で江川太郎左衛門っていうのは韮山の代官所の代々のお名前なんです、うん、でその中で幕末に江川秀達、まあ、江川英龍とも言いますが、はい、英語の英にドラゴンの龍で江川秀達っていう人が来て、その人がお台場作ったわけです。うん、うん、だから解剖するためにね、はいはいはい、要するに列強に対しては当時は尊王攘夷ですから守ろうとしたわけです、うん、それで江戸がやられちゃいけないからお台場を作ったり、はい、逆に韮山で作ったのは反射炉、でそれ世界遺産にも申請されてまだ選ばれてないですけど、はい、結構いけるんじゃないかって話もあるものも、うん、今でも韮山に残している。反射炉っていうのは、まあ、溶鉱炉みたいなもんですね、はい、なんか要するに金属を溶かしてもう一回違う形に作り変える場所ですね。もちろんそれは江戸時代でも韮山にしかなかったわけではないんですが、うん、韮山ではそれを保存してあって、それが世界遺産になるんじゃないかと言われるようなものもあります。ですから後々はいろんな意味で使える場所、すぐ横沼津だし、うん、っていう風に、まあ、していった面もあるんですが、当時は両政国では、まあ、下国扱われるところで、はい、で一方では距離的には中国で隠国遠くなかったから、うん、欧州藤原氏みたいに、だからある程度行き来したりちょうどいい距離感だったわけですね、はいはい、ですから幕府も鎌倉に作るわけです、うん、まあ、鎌倉伊豆ではないですけれども、そこら辺の距離感っていうものがやっぱり伊豆は絶妙だったとも言えるわけです、うん、だからそんな裕福じゃない、でも距離は絶妙で、関東へも広いところがあるから味方を作り出せばその無敵になれる、うん、っていういろんな意味でラッキーが北条のいわゆる台頭につながっていたり、頼朝が他にも義仲とか
武田信義とかいろいろ実力者がいながらも最終的に一番力を握れたという、まあ、源泉にもなっているわけですよね、はい、ですから伊豆の国という地理的な空気感があったってことは実はいろんなことにおいて意味があるとも言われています、うん、だから弾み弾み弾みでやっていく頼朝がその結局中心に立っていくわけですけれども、まあ、やっぱりスタート地点でも流された場所は伊豆の国だったっていうのがとてもラッキーだったという面があるわけですね、はい、まあ今回は以上ですがどうですか伊豆のイメージは、うん、全然変わりましたね、ね、だから今だと観光とかになりますけど、はい、逆に伊豆が僻地だったからこそそういう大きいことができた、うん、みたいななんか空気感も分かっていただけると、まあ、また鎌倉殿の13人の見方も変わってきたりコロナはありますけれども都内の人や首都圏の人なんかは伊豆なんかもコロナが明けましたらお楽しみいただいて伊豆の魅力を堪能していただければと考えています。今回の動画は以上です。ダルビッシュ博士とお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。